はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第117回でございます。で、今回のテーマは受験生の親ができることと、このテーマで喋らせていただきます。で、そこにも書いてあるんですが、今回ですね、学生の皆さんもぜひ聞いていただきたいと。で、どういうことかっていうと、今回のテーマは個人的にはちょっと特別な回というか特別な話になります。で、本当に自分の主観のみで喋っていきますので、もしかしたら不快に思われる方もいらっしゃる、出てくるかもしれません。で、保護者の方からいただいた結構な数、同じような内容の数をね、今回いただいてますので、その保護者の方の相談に向けて返す形になります。なるんですが、できればそこにも書いてあるように、特に受験生のみんな、もちろん学生のみんなに聞いてほしいんですけども、15分いかないぐらいにまとめようとは思ってますので、休憩がてらちょっと聞いてみてください。みんなの親御さん、保護者の方がこういうこと思ってんだよって、こういうことで悩んでんだよっていうのをぜひ知ってもらいたい。そしてそれを知った上でこういうふうに思っててほしいよっていうところも喋っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。では行きましょう。で、さっきもちょっと話しましたけど、今回の話は、こういうテーマなのでトゲが出てきます。角が立つというか、特に自分の主観で喋るし、この時期の受験生、受験生本人はもちろんなんですけど、保護者の方もかなりこうナーバスになっている方もいらっしゃるのは重々承知です。もちろんそういった保護者の親御さんとたくさん接してきましたし、それを分かった上で喋ります。なので、ちょっとテーマとしてこれ今聞きたくないなと思う方は、無理に聞かない方がいいです。いいことはないと思います。それで。なので、その点も承知の上で判断してもらえたらと思うんですが、今回ですね、約1ヶ月、まあこの11月ですね、もう終わりに近づきましたけど、11月この1ヶ月、たくさんの保護者の方から、悩み相談というか、をメールをいただきまして、まあ返せる分には返してるんですが、大きく分けると、まあ2つに集約されるかなと、その悩みがね。で、1個、一番多いのは、これ、お母さんお父さん両方からいただきました。で、お母さんの方が多少やっぱ多いんですけど、子供のために何もできない自分がもどかしいという思い、どうしたらいいですか、何ができますか私に、ね、俺にとかね、パパのお父さんだったらそういう書き方になりますけど。で、もう一点が、子供ともそうですし、保護者間、つまりお父さんお母さんでね、夫婦間で意見が合わないっていう、その受験、まあ、進路にしてもそうですけど、そこで喧嘩になってしまう。で、その夫婦間だけだったらまだいいんですけど、そこに子供が入ってしまうと、そこでまあギクシャクしてしまうっていう悩み、この2点です。もう大きくいただいたのは。で、こっちの答えはこれ、こっちの答えはこれっていうよりも、ちょっとこうごちゃごちゃ混ぜながら喋っていこうとは思うので、うまくまとまるかわからないんですが、ひとまずですね、自分、まあ、今までね、こう今までというか、塾講師、まあたった3年しかやってませんけど、まあ多くのたくさんのね、保護者の方、そして学生のみんなと話して、話させてもらう機会があって、で、実際その塾講師やってる時も同じような悩みってたくさんいただくんですね。で、自分は、こだわりで三者面談をしないっていうこだわりをしていて、塾講師の時に。で、二者面談を2回するっていうタイプだったんです。で、必要があれば三者面談をするっていう形なので、手間が2倍3倍になるっていう形だったんですけど、なぜかっていうと、特に中学生、これ高校生より中学生の方が顕著に出るんですけど、中学生の、親御さんとお子さんって、例えば子供はお母さんお父さんがいる時だと全く喋れなくなる。てか、あと自分の本性を言わなくなるんですよね。で、これは逆もそうで、お父さんお母さん、自分のお子さんいらっしゃるとですね、本心言わないです、基本的に。で、言わない方も結構マイナスの方に行ってしまって、自分のお子さんをダメ出しするっていう形で終わるんですね、面談が。もううちの子は本当に家でやんなくてとか、そういう感じなんで、どんどんヒートアップしちゃって、で、そこで、まあ、子供もさすがにイラッとするので、で、喧嘩になるみたいな形になってしまう。もちろん全部ではないですよ。ね。その持ってき方もあるので、こっちの手腕もあるんですけど、でもこれをですね、二者面談でやると、やっぱりこう、お互いにこう気を使う相手がいなくなるので、まあもちろんそこまでの人間関係も必要になるんですが、いろんなことを話していただきます。で、やっぱその中で、お父さんお母さんがですね、何もしてやれないって、本当変われるなら変わってやる、まあ、ほんとやっぱり特に苦しんでる子供がね、受験で悩んでたりとか、結構その部屋で泣いてる姿をちょっと見ちゃったとかいう親御さんっていらっしゃるんですよ、実際。そう、
これ学生のみんなにも知ってほしいんだけど、お父さんお母さんってね、みんなが思ってるより見てるんだよね、ちゃんと。そう、本当に見てる。で、見てない見てないっていうお父さんお母さんも見てるから、そう、意外とね。そうで、変わってやるな、変わってやりたいし、でも何もしてやれないって。そう、勉強教えられるわけじゃないしって、そう、知識もないしとかね、そういう悩みになってしまうんですけど、で、そうするとですね、やっぱりこう悩み不安っていうのをやっぱ保護者の方が抱くとですね、悩み不安っていうのは基本的にどんどん重なっていくと苛立ちになります。その解消できなくなるので、その感情をまあこうなんだ解消できないとね。なので、そこからちょっと不協和音も出てくるんですね、親子関係、夫婦関係に。ちょっとした発言がイラッとするって。で、悩んでるのに何もできない、でも子供の姿を見てて例えば何かが引っかかってイラッとする、そのイラッとした行動にいつもなら我慢できるのに何それって言ってしまう。で、言ってしまってちょっとごちゃごちゃってなって、後で振り返った時になんであんなこと言っちゃったんだろうみたいなことが起こってきます。で、これですね、解決策、もう絶対解決するっていうその特効薬みたいなのはないです、実際自分が思うところでは。ですけど、いろんな方と話していく中で思ったことは、まず保護者の方が悩んでもいいじゃんって自分に思ってあげることってすごく大事だと思っていて、で、できるのならばその悩んでる気持ちをマイナスの方向じゃないです、長くなりすぎないように気をつけながらお子さんに伝えてあげるのはいいことだと思います。これ実際いろんな方にやっていただいて、もちろん成功率 100% ではないです、それがいい方向に行かないこともありましたけど、子供たちってそのやっぱり反抗期とかだったので、中学校だと反抗期だったりするんで、なかなか信じがたいところもあるんですが、さっきの逆で保護者の方のことよく見てるんですよ。で、実際子供の方がよく見てます、大人よりも。子供たちのやっぱり観察力っていうのはすごいので、表情の変化、発言の変化、語尾の変わり方とかよく気づきますよ、本当に。で、そういったところで感じ取られてしまうので、だったら最初からちゃんと伝えてしまう。で、分かってくれますから、態度で出なくても、あ、そうなんだ、ふーんって、だから何とか言うんですけど、でもじわじわ伝わります、それが。で、結局それを伝えてあげて、その時にやっぱりさっきも言いましたけど、長くならないこと、だらだら不安を羅列したいわけじゃなくって、こういうふうに思ってるって、でもできること頑張るからねみたいなポジティブな言葉で終わってあげてください。受験生の親御さんができることっていうのは、もちろんね、メンタルケアというか、そう、精神的にフォローとかもできるんですけど、やっぱり一番はこう、あと知識をね、こう伝えるとか、この高校はやめた方がいいとか、そういうのもあるんですけど、調べるのは大人の方がね、やっぱりできるので、ですけど、やっぱり元気で笑顔で家族がいてくれるって、ほっとするって、親といるとっていう状況を作ってあげるのってものすごい力になります、受験生の時で。受験生っていうのはやっぱり特に高校受験が初めての子がほとんどなので、中学受験とか小学校受験してなければですけど、相当負荷かかるんですよ、心に。出さないですけど、親にはね。で、それがやっぱり家族とか家っていうのはできれば安心できる場所であってほしいけれど、まあそううまくいかないのもあるんですけど、もちろんですけど、家にいたら笑顔でお母さんがいてくれると、料理をしてくれるって、楽しい会話をしてくれるって、それが素直に笑えなかったりとか感情をね、子供が出せないっていう、そういう時期なので、そうあるかもしれないですけど、そのほっとする力っていうのはすごい大きいんです。だからそのためには、まずお母さんたちがいいんだって自分を認めてあげるっていう、そう。でもできることっていうのはあるんです。何かっていうと、いつも寄り添ってあげることです。特別な何かをしてあげることじゃないです、はい、っていうとこがすごく感じました。で、これは今感情論の話を結構しているので、聞いてもはって思われる方も多いと思います。ですけど、大切なことは普通でいてあげることっていう、まあ普通って難しいんですけどね、っていう状況を作ってあげるっていうのはすごく子供にとってはプラスなんです、特に受験生にとってはと思います。今ちょっといっぱい話そうと思ったんですけど、もうちょっと10分近くなってしまって、で、もう一個、さっき言ったさ、夫婦間のっていう、その今回悩みで多かったのがですね、これお父さんお母さん両方いただいたんですけど、例えばそのお父さんお母さんいただメールの相談をいただいた方は基本的に、
ポジティブな方で応援してあげたいっていうタイプなんですけど、その例えばお母さんからメールいただいた場合は、旦那さんが、旦那さんが、あとお父さんからいただいた場合は奥さんがって形になりますけど、こうなんだろう、子供たちにここの高校やめた方がいいとか、無理だからもうやめろとかって言ってしまうと、でも私はそれを言ってほしくないって、俺はちょっと言ってほしくないんだって、ひとまず出願する時までギリギリまではきっちり応援してやりたいんだけどって言って、こうぶつかってしまって、で子供ともぶつかってみたいな感じの相談を結婚がいただいてて、でこれも自分の意見ですよ。これもね、まあ、本当に角が立つと思ってますけど、まあいいんです、これはね、大事なことなんで自分の意見をやらせていただくんですが、基本的に、親というか、これは塾講師だ自分の教師の役割でもあると思うんですけど、可能性とか現実を見せてあげるのは大人の仕事です。なので、夢だけを見させてはいけないです。はい。ですけど、現実だけを叩きつけるのも違うと思ってるんです。自分は。はい、綺麗事言ってますよ。ものすごい綺麗事言ってます、今。言ってるんですが、例えば、この高校、例えばある高校行きたいと。ね。その時に、足りないと。その足りない度合いにもよりますよ、もちろん。よりますけど、努力でひっくり返すっていうことは絶対に可能です。もちろん、この今11月の終わりの時期に、例えば大学受験、偏差値が模試で38ぐらいだと、その子東大行きたいって言ったら現実を見せます。はい。もちろんそれは見せる。努力でひっくり返せるっていうものじゃないと思います。時間が足りないですね、確実に。ですけど、例えば偏差値が2、3足りないとか、ギリギリだって、もちろん安全に生かせないのもあります。自分も、高校、県立、公立で行きましたし、大学もね、国立で行ってるので、自分は私立が選択肢はなかったので、うちの家庭は。なので、そういうご家庭が今多いのも分かってます。はい。そういうご家庭をたくさん話してきましたし、自分もそうだったから。はい。ですけど、絶対に公立で受かんなきゃいけない。そのためには下げなきゃいけないっていう。で、その時に、無理っていう話をするのではなくて、高校、現実をまず話をしようって。で、ちゃんと話の場を作んなきゃいけないです。感情論とか現実だけを見せられるって子供たちが思ったら、もうそこに子供たちの心はないです。だってどうせダメって言われるんでしょってなってしまうので。ではなくって、ちゃんと生産性のある話をしなきゃいけない。もう子供って言ってももう15歳なので、高校受験する子たちはもうちょっと大人にね、足をこう踏み込んでるところにいるので、わかります、話せば。で、その時に今この状態だろって、で、こうこうこう、ここまで足りない。俺はこう思うけどどう思うって。こう、ぜひですね、相手の話を聞く姿勢でやっていただきたい。ですね。で、もちろん、最終的には、どっちの意見を押すかわからないです。ね。保護者の方の意見を通すのか、お子さんの意見を通すのかわからないんですけど、ぶつかってしまって出した結論。それはもちろん、ぶつかって話し合った先だったらいいんですけど、ぶつかって、下打ちも出る感じですね。もういいよ、分かったよ、もう分かったよ、いいよ、もう、みたいな感じで、子供たちが折れた場合、これもう勉強の効率ものすごい下がりますよ、この後。もやもやしてますから。だって、ここに行きたいって思ってるんですもん。ではなくって、もちろん頑固な方がぶつかったら長くなりますよ。長くなりますけど、でも、しっかり話し合って、お互いが同じ方向を向いた現実を見せないと、その後がもったいないです。高校入ってからも。高校入ることがゴールじゃないですからね。入ってスタートなので、まだ。だと思います。ただし、喧嘩したりとか、言い合ったりっていうのは、ぜひしてください。ぜひした方がいい。けれど、最終的には、話し合わなきゃいけないです。意見を言い合った後に、一方的に押し付けるのではなくて。というふうには、思いますね。はい。で、今回その学生のみんなに聞いてほしいっていうのは、多分ですね、あると思うんです。これはまあもうご家庭にもよるので分かんないですけど、自分の意見なんか聞いてくんないうちの親はっていう相談も多いので、自分のところにいただくメールってすごく多い。そうで、なんて言ったら親を説得できますかとか、どうしたらこの高校に行きたいっていうのを親に伝えられますかって。子供たちって伝えるのが苦手なんですよね。やっぱり自分の意見を言うっていうのが、特に自分の親にって言えないんですよね、この時期。で、みんながね、例えば何かもやもやまだこの時期でしてることがあると、特に志望校、そうそう、本当決めなきゃいけない時期なので、これからね、もやもやしてる思いがあったら、行った方がいい。
言わないと後悔するから。って後悔してきたやつがここにいるし、うん、あるから俺にもね。でもちろんそれを言ってもどうせ分かってくんねえよって思う気持ちも分かる。思うんだよね、どうせって。でもどうせっていうのは逃げだよ。それは逃げてるだけだよ。だってやってないのに分かんないじゃん。でしょ。それにもしだよ、その自分の気持ちを言ってみた、親に言ってみたけどやっぱり変わんなかったじゃんって、やっぱり意味ねえじゃんってなったとしても、その一歩、親に何かを言うって勇気を出して踏み出した一歩、ものすごい価値がある。それが結果が変わんなかったとしても、そのみんながした勇気っていうのはこの後の人生に生きてくるから。もし自分が思ってるものを噛み殺して自分の胸に秘めたまんまにして言ったらモヤモヤするよ。特に志望校とか大事だよ。この3年間生きるんだよ、高校生を。そこはしっかりぶつかってあげて。もちろんいろんなお父さんお母さんがいる、すごい失礼な言い方をしますけど、えって思われる親御さんもいらっしゃった。確かにマジかって。一番印象的な、今パッと思いついたのは、面談の時にお母さんが、私忙しいんで志望校とか先生と〇〇息子ね〇〇で決めてもらっていいですかって、私ちょっとめんどくさいんでそういうのって言われた時はさすがにポカンとした。俺も確かにいらっしゃるんだ、いろんなお父さんお母さんいるけど、でもそんなん稀だから。みんなにとってはそういう風に見えてるかもしんないけど、さっきも言ったように基本的にどんなお父さんお母さんでもみんなが幸せ願ってんだって、楽しい高校生活を送ってほしいんだって。だからもしみんなが何かモヤモヤしてるものがあるんだったら、勇気を出してちょっと話があるんだけど聞いてもらっていいって。でそれでやってみてごちゃごちゃしてもう何も聞いてくれなかった、怒鳴られたって、もうってなったら俺のとこメールしておいで。そのちょっと書くの辛いかもしんないけど、話乗れるときは乗るからさ。大事な時期だよ、大事なことだから、そういうのはね。なので今回ね、もちろん保護者の皆様、そして学生のみんなね、聞いていただいた方、ちょっと長くなっちゃいましたけど本当にありがとうございました。で最初にも言ったように、聞いて不快な思いされた方もいらっしゃると思います。お詫びするというのはおかしいと思いますが、これが私の意見です。なのでごめんなさい。そんなこと言ってるやつもいたなと思って、まあ聞いてもらえたらと、というか聞いてもらえたら、まあ、なんか何かがね残ってもらえたらと思います。はい、では今回はハイチのダラダラジオ第117回、受験生の親ができることというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ちょっと喉がねごめんなさい。で、次回ね、118回、まだテーマ決まってませんが、次回も何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。